どうもたぶやんです。桃鉄続きやっていきたいと思います。21年目前回終わって佐久間さんとの差は縮まりましたね。さあ行きましょう。22年目、逆転も可能ですよ。前回までの桃鉄、目的地岡山県倉敷で、佐久間さんがね、ボンビーついて、しかもカードもね、残り少ないんですよね。特価1個カード。あ、持ち金を取り替えるんだ。でも、ほぼ持ち金同じだからね、佐久間さんとね。うんちのうんち、壁カード。どうしようかな。24マス。まあ、ロイヤル3枚持ってるから、ガンガン行こう。攻めましょう。ロイヤル全部なくなるまで有利に。さあどこだ、ゴールは。あ、ゴールいける。あ、ゴールもう入れるね。これ買いまくれるな。買い占めれるとこ、一番いい買い占めの場所ポイントどこだろう。見た、ちょっとまあこれ余裕。ああ、ここも結構高額物件。まあ買いまくりたいね。ジャージー牛牧場、まあ見たあたりから買っていくか。ハイスピード、まとめ買い。まずは10億。あ、望みカード。うわ、マジか。あー、なしりつけた。なけなしの望みカード使いましたよ、佐久間さん。さあ、頑張れ、頑張れ、堀井さん。リニアカード。あ、ゴールしたか、これ。なしりつけずに。あ、ゴールっぽいな、これ。あ、やられたー。連続一番乗りがなくなった。でも堀井さんなら許す。マジか、買い物してる場合じゃなかったな。佐久間さんがボンビーを維持は OK ね。まあでも自分がゴールした方がよかったかな。すすきの北海道、キングデビル、その辺甘かったかもね。まさかゴールすると思わなかったな、堀井さんが。それは読みが甘かったわ。あ、カード袋いっぱいか。鈴木のまで44マス、どうしよっかな。ロイヤルで行くか、地上行くか。マイズルからあれするか、船で行くか。あ、ロイヤル使い切ったか。独占、独占で毎月独占。あっち行けカード、堀井さんにボンビーつけた。うわー、あ、新幹線周遊カード。キングデビル消えた、よかったね。さあこれはもうとりあえず逃げようか。もうロイヤル出し惜しみはしない。ロイヤルどこまでいける。あれ、これ以上はいけないのか、さすがに。あ、ここ赤マスか。まあ赤マスいっとくか。はい、いきまーす。冬じゃないからね、大丈夫でしょう。あ、スリの銀次が怖いな、でも。大丈夫か、スリの銀次。
やめろよ。よし、危ない。怖いわ。赤マス、青マスはね、あんまり止まらないね。絶好調崩しを打った捨てだもんな。あ、これで佐久間さんカード復活した。カード売り場に入って購入したね。これで普段の佐久間さんに戻ったって感じか。赤マス、あ、折り返し運転。刀狩りで新幹線周遊カード奪うっていう手もあるけどな。まあでもあと13マスか。よし、特急周遊で行こっかな。特急周遊カード、これで北海道に入りました。惜しかったな。札幌、あー物件高いね。余市行っとくか。まとめ買い。で、あと39億。さあ、佐久間さんがか、111だって、ついてないね、まだ。佐久間さん、落ち目だね。49億。出た、新幹線周遊カード。うわー、いい目出したな。6655だって。ほぼ満点じゃん。これゴールするかも。怖いなぁ。堀井さんもポテンシャルはね。危ない、小樽。あ、堀井さんの邪魔をして1000万だけ買う。あ、ボンビーが近くに来た。トピックスです。何これ、プリン、弘前のプリン、トウモロコシの粒が入ってんの。プリンに8月トピックス。日本一のスイカ。続けるまで5。スペシャルカード使うか。スペシャルカード5マス。はい、ここはもう堀井さんに負けてないから入っちゃいます。さあ、これでね、佐久間さんがゾンビつくので、これは使う価値あるよね。16億。さあ、どこがいいかな。近くがいいかな。あ、大阪鶴橋。佐久間さん近いじゃん。よっしゃ、変えた。鈴木の買い占めた。鈴木の繁華街だから楽しいよね。佐久間さん、鶴橋まで19マス。あ、折り返し運転。急行周遊で地味に行くか。ヘリポートもあるけどね。あー、どうしよっかな。カード、ぶっ飛ぶか。ぶっ飛びカード貯金出します。大阪までホールインワンお願いします。近畿地方へゴーゴーゴー。どうだ角度。あ、いい角度じゃないこれ。どうだ、ちょっと行き過ぎてないか。九州行ってないこれ。おい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 、下関、まあ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 、マシだね。あ、10億円カード。物件を売る。あ、ブラックラーメン、あの臨時収入出してたとこだ。お兄さんは周遊カードたっぷり持ってるからね。さあ、そしてハッピーハロウィーン。29マス。結構遠いな。もうでもロイヤル使うか。
使っちゃえ、ロイヤル。あ、1、3って結構買い占めれるけど、近くまで行こっか。あ、岡山か、最前線岡山。買い占めれるとこは岩国。んー、買い占めとくか。独占物件をどんどんね、地味に増やしていこう。あ、10億円カード使った。あ、10億円カードって、まあ、20丸ついてるんだ、カード売り場。あー、もうこれでカードはもう万全だね。あ、サイコロ省エネ、逆にサイコロ省エネでゴールできるな。あれはまずいね、もうすぐゴールしちゃうよ、鶴橋。ということで、ロイヤル、もう使いまくろう。17。アコ、鶴橋、あ、鶴橋入りづらいくはないよね、鶴橋は。アコ、あ、全部買い占めれるこれ。塩工場、ちょっと待ってよ。こっちは、さぬきは、この高額物件行っちゃおうか、行っちゃおう、お金全部使っちゃえ。アコーの塩有名だよね、行っちゃいました、独占物件。これで3進む。あ、あ、ゴール近づいてきてる、ぴったりカード、何それ。あ、うんうん、あんなとこで出したああ、お食事中の方すいません。これもう堀井さんは無理だよね、諦めてるよね。あ、どうした、タブヤン社長、アコーだ、アコー浪士の皆さんが面会に見えられましたぞ。アコー浪士といえば元禄15年吉良邸に討ち入り、浅野なんとか匠の神の胸を晴らした義士たちです。加勢していただき、お願いします。大石蔵之介、味方になりました。阿公の47子、AKR47 です。会いたかった、会いたかった、キラニー。阿公義士は、浅野家再興のため毎年12月に木を見る活動をいたします。へえ、来年が楽しみということか。あ、あ、あ、11マス。いけ。あ、11ゴールした？してない、13か。あ、鶴橋いける。よし、もう入っちゃえ。よし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 、これででも、堀井さんがボンビーになっちゃうんだよね。まあそんなこと言ってられない。16億2連続、堀さんね。まあこれはどうだろうな、関西がいいかな、九州とか沖縄でもいいよ。あら、まあ茨城、ひたちなか、関東でもそんな遠くはない。まとめ買いはできないよね、佐久間さんの独占。これのサイクル中か、あんなとこにうんうん置いちゃったら通れねえじゃんよ。おチキンゼロカード、うわ恐ろしいな。手に入れたね、もチキンゼロカードって。うわどうしよう、あそこにいるからさ通れないね。こっちから通れるか。これシューってなんだ、全ての周遊系カードを初期化してくれる。あーそうなんだ。あ、ここ止まっときたいね。EX はどうなんだろうな、周遊カードに入るのかな。南側から行こう。あーっとどうだ、南に行きたい、南に行きたい。
あ、やった、初期化。はい、やったー。これでロイヤル EX また使えるよ。これやったやった。佐久間さんがあのあそこの位置にね、うん、置くから気づいたけど。あ、またこれ行く気ないのか、堀井さん。ボンビーつけたままは危ないと思うよ。ほら、あとほんでマリモがずっと待機してるっていうね、あそこね。ひたちなかまで50マス。どうしよう、もうバンクにはないんだよね、お払いカードしか。29億あるから特価1個カードもまだね、あれだし。ロイヤル行くか。あれ、どっちから行くんだこれ。どうしよう、伊賀。あ、買い占めれる。伊賀行っとこうかな。あ、祇園変えるの全部。あ、収益率高い祇園。私京都出身なんで祇園行きたいと思います。いいね、生麩とかね、料亭とかくず切り、得てして収益率高い祇園。やったね。省エネ運転。あ、リニアカード。リニアカードって30マスだったよね、昔は。多分30なんだろうな。だから残り30のとこでリニアカード使ったらゴールできるっていうね。よし、ゴール目指そうかな、王道で。リニアカード、おっと、ハントンライス屋、金沢の学生さんに人気。いいね。あ、どうした、嵐山。平安時代の清少納言殿が面会。枕草子の作者、源氏物語の紫式部とライバル。ちょっと予測がつきません。お願いします。なんか変なことになるんじゃないだろうな。すさまじきもの、黄色く柔らかき、うんち京ザメでございますね。私がお掃除してもよろしゅうございますか。はい、お願いします。清少納言、うんち清掃してくれるんだ。これ使ったら怒るだろうな。あ、3月か。あ、どうしよっかな。今特価1個カード使ったら佐久間さんの奪えるよね。どうしようかな。決算になったらまたね、あれだから迷うけど、やめとくか。うん、やめとこう。ロイヤル、あと何マス、43マスか。使っちゃえ、いけい。どこまでいけるのかな。もうなくなったから別にこっちから行けばいいのか。ほんま、静岡この辺りまでか。まあ東海道行こうか。独占できる場所はなさそうだから、最後に物件買ってね、終わろうか。よし、静岡行きまーす。佐久間さんが1個持ってるんだ、わさび好きや。惜しいな。省エネ最高だから、省エネだからリニアカードも使えないのかな。で、あ、残り30マスだ、やばい。リニアで一発でゴールできるぞ。来月切れたら嫌なもの見てしまったな。
あ、ここなんかマリモのとこじゃないの？来たよ。マリモイベント。一枚もらえる。どれもらうの？潜在一遇カード。マニアックなの選んだな。潜在一遇カードか。奪おうか。潜在一遇カード刀狩りしたいな。決算です。さあどうだ。佐久間さんを捕らえたのか。捕らえました。収益で10億超え。46億。佐久間さんマイナスです。そして注目の宗師さん逆転しました。しかし依然差は少し。予断を許しませんが22年目、ついに逆転。セーブしておこう。次回もお楽しみに。さよなら。